どうも、ゴリラパンティです。今回はですね、戦士の装備になってしまうんですけど、マルチ行くにあたって死ににくくなる装備紹介をしようかなと思います。やっぱりマルチで死んでしまうと、やっぱ行きたくなくなってしまったりとか、自信がなくなってしまったりとかあると思うので、この動画を見て、この装備、作れる人は作って、もしちょっと無理、ちょっと難易度高いなと思ったら、その自分がある程度できるスキルをつけて、防具を変えて、ぜひ、マルチへ旅立ってください。ってことで、じゃあ早速、装備紹介の方に移りたいと思います。じゃあ早速、装備紹介の方していきます。武器は、武器によって防具が変わってくるんですけど、ある程度。今回は天上天下無双刀ということで進めていきたいと思います。はい。で、頭がバゼルヘルムベータ。で、胴体がクシャナディールベータ。で、手がバゼルアームアルファ。で、腰がバゼルコイルベータ。で、足がデスギャーフォルゼベータとなっています。はい。じゃあ、死ににくくなるための必要なスキル。まず一つ目。それは、体力ですね。この体力増強の装飾品をはめてあげてください。この装備には1のスロットが3つ空いているので、体力を3つ刺すことができます。ここに体力を刺してあげてください。はい。じゃあ装飾品の方をいろいろはめていきたいんですけど、自分今点々で話を進めているので、無撃はつけたいですよね。無撃さんどこですか？ありました。じゃあ無撃はめましたと。で、この残りの2つはどうすればいいかってなるんですけど、自分の好きなようにはめてくれると嬉しいですね。ちょっと自分の好きなようにちょっとはめてみます。いろいろ考えたんですけど、こういうスキル構成に落ち着きました。上から紹介していきます。まず、バゼルシリーズを3つつけてる理由として、この根性を発動させたいというのですね。ある一定以上の体力が残っている場合、でかいダメージ食らっても1残りをっていうスキルですね。これはもう本当にし、これだ、これつけていればもう本当に死ななくなるので、ぜひつけてください。根性が発動するところをお見せします。わざと食らいますね。はい。今これが根性を発動している合図ですね。本来死んでいたダメージをこうやって根性が防いでくれます。一回発動すると、もう外れてしまうのですが、この1回がすごい重要だったりします。で、さらに耳栓、古竜とか方向からのブレスとか、やっぱ一撃死が多いんですよ。大体の理由がそれだと思います。はい。でもこれをつけることによって方向が食らわなくなって、攻撃できる時間も増えて、はい、方向の時も攻撃できますね。さらに逃げれる時間もあるということで、マルチだと死ににくくなるんですよ、本当に。なので、耳栓はぜひつけてください。で、匠ですね。クシャナディールとデスギアフォルゼベータで発動してるスキルですね、両方とも。2について、4になっています。天上天下無双刀は、ちょっと切れ味が悪いので、匠で補ってあげるという感じになっています。で、切れ味が悪いと弾かれてしまうので、その弾かれた時って隙になってしまうんですよ、どうしても。その時に攻撃など食らうと、やっぱダメージ食らってしまうので、切れ味がいいっていうのは逆に守りにもなるんですよね。なので、匠をつけることをお勧めします。本当に武器によってこれはつけたりつけなかったりしてもらって、匠に関しては、前の動画でも言ったんですけど、必要な数値を見たりとか、いらない武器、匠がいらない武器もあったりするので、もうこれは、自分の好きなように防具を変えてですね、クシャルとデスギアのとこですね、変えてくれると嬉しいです。で、先ほど説明した通り、体力増強をつけてあげると。打たれ強くなるということですね。はい。体力を増やすことによって、これだけ体力が伸びます。現在の体力は200ですね。通常、
150までしか伸びないんですけど、体力をつけることによって50プラスされて200まで伸びます。で、弱点特攻、まあ、火力もある程度欲しいということで弱点特攻3をつけさせてもらっております。で、抜刀術、これに関してはもうおまけスキルみたいなもので、まあ根性をつけたいからついてきてしまったスキルとなっているので、まあ多めに見てあげてください。まあもう弱いスキルじゃないので。はい。で、次、5馬ですね。5馬研磨かな。やっぱこれつけてあげれば、一回研いであげると、その、切れ味が下がらなくなるんですよ。これも、やっぱり匠との相性が良くて、つけています。で、最後に、まあ、テンテンは無属性なので、無属性強化をしてあげてるって感じですね。なので、まあ、武器によって装飾品がはめられなかったりするので、武器には装飾品つけていません。で、発動してるスキルがこれになります。はい、じゃあ、今回はですね、死ににくくなる装備を紹介させてもらいました。まあ、この装備とか、まあ、他に防御をもっと固めた装備しても、やっぱ死んでしまうことはやっぱりあるんですよ。まあ、それは仕方ないです。本当に運が悪かったりとかもするので、それはもう仕方なく死を受け入れましょう。ってことで、じゃあ、今回はこの辺で終わります。ありがとうございました。